ゲームに入る前にちょっと試したいことがある。そのカードをシャッフルしてみな。 シャッフルしたが、何をしようというのだね。上から何番目でもいい。自分の好きなところのカードをめくってみな。見るのは自分だけだ。<笑>見たが、当ててみよう。ハートの6、カードの一番上から順番に言うぞ。スペードの5、ダイヤのクイーン、スペードのジャック、ハートのエース、ダイヤの7、クローバーの6、 クローバーのキング、ダイヤの2。あ、当たってる。カードをまぜたのはダービーなのに。どうやって？カードは一番上から下まで全部言える。俺のスタープラチナの目がシャッフルする瞬間のカードの並びを全部見ることができたからだ。なかなか面白いな。だがそんなのはカードを切るときに見えないように気をつければいいだけのこと。 わからんのか。これからお前がいかさまするのが容易じゃなくなったってことよ。それを断っておきたくてな。そうか。オッケー。ハートの10、クラブの7、 リラは私だな。<笑>カットをどうぞ。ではディールしよう。ジョータロウへ私、ジョータロウへ私。 なんだ、どうしたんだ。スタープラチナがいきなりダービーの指をへし折ったぞ。言ったはずだ。これからのイカサマは見逃さねえとな。え、イカサマだって？どこで？普通に配っていたぞ。いいや、奴の左手に持ってるカードは。この2番目から出ているカードは、今俺に配ろうとしたカードだ。 上から順番に配るように見せていた。実は上から2番目のカードを配ろうとしたのだ。つまり一番上のカードは自分のところへ来る。一番上のカードで10のスリーカードができているじゃねえか。<笑>ひどいやつだ。指を折るなんて。いいや、慈悲深いぞ。指を切断しなかっただけな。<笑>やれやれ、もうお前にカードを切らせるわけにはいかねえな。 リラーは無関係の者にやってもらう。あそこの丘の上にいる少年。イカ様は心理的盲点をつくこと。目がいいだけではイカ様とはわからない。この指はその罰として受け入れよう。1986年5月17日以来の大勝負だ。 あの時は真山正蔵という日本人からチップを6個取り戻して初めて魂を1つ取り戻すことにする。いいね。さて、ジョタロウ、賭けをするなら君の方にもチップを渡したいと思うが、まだ例の言葉を聞いてなかったな。 いいだろう。俺の魂をかけるぞ。ゲッダー、ジョータロウ。その雪のように真っ白なチップがお前の魂の象徴だ。お前の魂はなくなる。<笑>